皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習中1数学、今日は除法、割り算を除法、掛け算に直して計算する方法、これについて説明します。例の丸1ですね。8割る5と、ね、割る数は5ですから、これを逆数にしますね。8かける5というのは1分の5と考えられるので、入れ替えると5分の1こうなりますね。ですから8かける5分の1イコール5分の8と、こういうふうに計算しますね。丸2、マイナス7分の2割る14分の3、割る数は14分の3ですから、こちらを逆数にしてマイナス7分の2かける3分の14。約分できるところを約分します。7と14が約分できますから約分します。符号に気をつけましょう。負の数と正の数をかけているので、答えの符号はマイナスの符号がついて3分の2になしと、マイナス3分の4になりますね。丸3です。マイナス5分の3割るマイナス10分の9、割る数はマイナス10分の9ですから、これを逆数にします。マイナス5分の3かけるマイナス9分の10、約分できる部分約分します。5と10ができますから、まずここをしましょう。次は3と9ができますね。こうなります。負の数と負の数の掛け算ですから、答えは正の数なのでプラスになりますけれど、ここでは、符号を書かないでいきます。3分の2と、もちろん皆さんプラス3分の2と書いても構いませんけれど、答えの場合、ね、正の数の場合、プラスというのはほとんど省きますので、ここではプラスの符号を省いています。丸4は10割るかっこマイナス 0.9。 このマイナス 0.9 というのはマイナス10分の9ですよね。これ上と下をひっくり返すので、マイナスの符号はそのままで9分の10が約数になりますね。ですからこれは10かけるマイナス9分の10となります。正の数と負の数掛け算するので、答えはマイナスがついて9分の100と、マイナス9分の100ですね。こうなります。次です。5番、マイナス7分の6割る、括弧マイナス3と、まず前はそのままマイナス7分の6かけるマイナス3の逆数はマイナス3分の1ですから、マイナス3分の1をかけます。約分できる部分約分します。こうなりますね。負の数と負の数の掛け算ですから、答えは正の数です。でここでは先ほどと同じように正の符号を省きます。そうすると答えは7分の2とこうなりますね。次です。6番 1.2 割る4分の3 1.2、 これ小数ですから、小数をまず分数に直しましょう。これ10分の12ですね。これ上と下が約分できますから約分しちゃいます。下が5、上が6なので、これって5分の6ですね。5分の6かける後ろの割る数4分の3を逆数にします。3分の4、約分できる部分約分します。3と6ができますね。そうすると答えは5分の2が8と、このようになります。除法、割り算を、ね、今日は逆数を使って除法、掛け算に直して計算する方法、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題
題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。